どうも皆さんいかがお過ごしでしょうか。開封大好き吉郎でございます。さて本日皆さんにご覧いただきますのはこちらの商品、シグネチャースフィルブックでございます。シグネチャースフィルブックといいますのはですね、まあ、過去に2回ほど登場しておりまして、各カラーのねプレインズオーカーをテーマに人気カード8種類収録したセットになっております。でさらにその中の1枚がねランダムでフォイルになってるってことで、まあ、過去2回ともね大成功を収めたか収めてないかのセットで、で今回はねそれの赤になっております。で赤といいますとね、そう赤のプレインズオーカーといいますとそのチャンドラが有名で、今回はそのチャンドラをテーマに人気カード8種類収録と、でさらにねその8種類がねとても強力なカードになっておりまして、で過去の2回よりもね、まあ、かなりねそのバリューが高いセットになってると思うので、今回ねそのどれぐらいねこれが素晴らしいセットかっていうのをね私めの口でね皆さんにご紹介していこうと思います。でこのねシグネチャースフィルブックね、まあ、とてもいいセットで、そのマジック・ザ・ギャザリングのねそれ俺は赤が好きだ白が好きだ青が好きだみたいな人にねとてもおすすめのセットなんですが、そう英語しか存在しないんですよね。だからそうなんかねマジック英語がね慣れてない方にはねちょっとおすすめしづらいんですが、それでもねとても強力なカードが収録されてるんで、まあ、そんなね赤好き青好き白好きにはね必ずおすすめしたいセット、シグネチャースフィルブックでございます。でシグネチャースフィルブックね、ちょっと困ったことにね、その台座にねパックが貼り付いてて、でこれを剥がすのにねその折れかねないので、もうそこだけね十分にご注意して取り外してくださいませ。でこのねケースねめちゃめちゃでかいんですけど、中身はねもう普通のパックよりもちっちゃいパックが1個入ってるだけなんで、だこの空き箱をね、まあ、何に使うかっていうのはねそのプレイヤーのね技量が問われるとこなんで、まあ私めはねそのままゴミ箱に捨てようと思っております。さて開封で今回このシグネチャースフィルブックなんですが、もう正面にねその1枚だけ封入されてるランダムフォイルがあるんで、こういう動画を撮る際はね裏向きにしてまず出すっていうね、まあそれをお勧めしたいと思います。で開封、向きどうだろう、こちらがね裏だったような気がするんだ私めは。そうね、ということで正面にねそう今回のお楽しみにフォイルがあるので、まあ、これはねここに置いて8枚のカードを紹介していこうと思います。まず1枚目、ヤングパイロマンサーですね。ヤングパイロマンサーですね、2013年に登場した基本セット2014にね収録されてたアンコモンのカードで、まあねめちゃめちゃ強力なカードなんですが、もうねたくさん再録されてて、もう今ではねほぼ価値がないんですが、その登場したね当時はねもうフォイルなんかね1枚4、5000円してて、まあとても人気なカードでした。でいつ再録されたんだっけな、そのエタマスぐらいでね再録されて、まあまだあの時はね人気があったんですけどね、もう本当ねとどめを刺すかのごとくねもうたくさん再録されてしまって、まあ今はねその値段的に価値は少ないんですけども、とても強力なカードですね。まあ2マナ21でなんとね彼はですねソーサリーかインスタントを唱えるだけでその1-1のエレメンタルを出すっていうことで、まあ当時はねあれがありました、ギタクシ派の調査があったんで、まあギタクシ派の調査なんかはねそのマナを払わずね5マナで打てたんで、まあそれもあってね、まあ、バンバン11を横に並べて、で11はね言うて11なんで、その先頭にはねそこまで役に立たないんですけど、ダメージレースをする際に相手のねグルマグのアンコーなんかをねブロックして、まあその5点の打点を止めながら、まあこっちのねデルバーで殴ったりみたいな感じでいいダメージレースができたんで、そういう意味でねモダンレガシーね共に大活躍したカードでした。最近は見なくなりましたけど、それでもねまあ彼がね秘めてる潜在能力みたいなのは変わることない強いカードなんで、まあ、これからもね期待しつつ、なんかね欲しい人はねこのシグネチャースフィルブック版のねヤングパイロマンサーを集めることをお勧めします。ちなみにこのねシグネチャースフィルブックなんですが、そうシグネチャースフィルブックっていうね名前がついてるだけあって、全部のカードが特殊イラストでね再録されてるんですけど、こいつだけそのまま収録、なぜか知らないけどこいつだけねイラスト変わらなかった、なんでなんだろうね。でこいつが多分ね今回光っても一番なんつうの値段がつかないやつだから、ここにあるのはねヤンパイじゃないであってほしい。で次のカードで、次のカードはこちらあれですね、炎の儀式でございます。炎の儀式と言いますと、コールドスナップに収録されてた赤1万でね赤2万の産むっていうカードで、で似たようなカードで言いますと、そのねダークリチュアル、そう暗黒の儀式と、まあ、似たようなカードで、で暗黒の儀式はね黒1万で、まあ、黒3万の産むっていう、そのマジックね最初期から登場しているそのマナブーストのカードで、でマナブーストっていうのはね、まあ、黒のねまあ、黒と緑 の、まあ、特権だったんですけど、なんかある段階からね、その赤もね、真似しだしたんですよね。そう、赤も真似しだして、で、このね、炎の儀式は、まあ、1万でね、2万しか埋めないんですけど、そう、ダークリチュアルに比べて1万少ないんですが、そうね、闇の力っていうのはね、そう、常にね、飲み込むばっかりなんですけどね、炎っていうのはね、繋いで、その、でかくしていくってね、そういう特徴があるんで、この炎の儀式がね、その墓地にある炎の儀式1枚につき赤マナが追加で生まれるので、そのマジックはね、同じカードをね、デッキ4枚まで入れるので、まあ、最大ね、これで3マナ、追加されるので、たった1枚でね、5マナ生まれるっていうね、その、キャバルリチュアルも驚きのね、マナブーストがするんで、まあ、そこがね、いい点なんですけど、なんだろうな、なんかそうね、1ターン目にね、大ブーストして、なんかとんでもアクションをできるわけじゃないので、ちょっとそこがね、問題点ですね。ただ、ストームみたいなね、そのスペルをとにかく打って、ストームを稼ぐみたいな時はめちゃめちゃ強いですね。まあ、炎の儀式から炎の儀式打って、炎の儀式打つみたいな感じで、マナがブーストして、ブーストしたものでなんかドロー打って、もう一回ストームを稼ぐみたいな、そういうことができるので、まあ、炎の儀式ね、
ちょっとなんつうの、使えるとこは限られてきますけど、そういうコンボにおいてはね、その替えの効かないカードなんで、ぜひね、この機会に入手してみてください。で、次のカード。で、次のカードは出たー、グレン術師の焦点ですね。グレン術師の焦点は2009年のね、前例外登場したカードで、まぁ、結構ね、特殊なエンチャントでして、まぁ、2マナのエンチャントで、操作インスタントが唱えられた時に、まぁ、それと同じ名前のカードが墓地にあったら、これの上に焦点カウンターが乗っかると。だからまあその同じカードね、2回目を使うとまあこれの上にカウンターが乗るんですよね。でね、これのね、そのカウンターが一体何個あったらなんか能力が起きるんだってまあ皆さん気になると思うんですけど、なんと2個なんですよね。そう、たった2個あるだけでもうこのね、焦点状態に入って、で、焦点状態に入ると操作リンスタントを唱えるたびにまあそれがコピーされると。だから2マナのね、エンチャントなのにもうその操作リンスタントがね、コピーされまくり状態になるっていうことで、で、コピーされまくり状態になったら、その稲妻だろうがね、なんだろうな、もうそのオプトだろうがね、もう結構殺意満点のカードになるんで、だからその条件達成してね、そのアセンションカウンターが2個乗ったら、もうこれはね、もうこれだけで相手を殺せるカードになるっていうことで、モダンとかでね、結構人気のカードでございます。最近はあんま見ないけど、まあファンは多いカードですね。で、これね、その2個乗ったらね、もう条件達成だから、逆にその2個以上乗ってった時になんかすごいもったいねえなって感じするんで、なんかね、そこがね、もう一ギミックぐらいあったらいいなと思いつつも、まあ普通に強いカードなんでね、まあ全然文句なしのカード、グレン術師の焦点でございます。なんか3個4個乗った時にね、なんかもう1個ぐらいね、能力あったらよかったんだけどね、それがないんだ。で、次のカード、出たー！パイロブラスト。で、こちらパイロブラストはね、1997年の5版に登場したカードで、青への対策カードなんですよね。そのマジックってね、裏見てもらったらわかると思うんですけど、その自分の色をね、その対面の色がその敵対色っていうことでよくその対策カードが刷られてるんですけど、まあ赤だったらねその白と青が敵とで緑だったら青と黒が敵みたいな感じでその敵対関係があるんですけど、てかこれあれだ、なんかいつかなんか人種問題とかに発展しそうだからやっておこう。で、このパイロブラストはその青への対策カードなんですけど、もうそのね、青へのヘイトがやばすぎるんだよね。もうここまでその青を苦しめるかっていうやばいカードで、たったの1マナでチューズマンと、その青の呪文を打ち消すか、青のパーマネントを破壊するかっていうことで、その青の形状したものか、青の概念をもう真っ向から粉砕するっていうね、その概念だろうが、もう固形物だろうが、何でも青だったらぶっ壊すってやばすぎるカードで、それがたったの1万なんですよね。ということで、まあ、未だにね、そのレガシーとか、まあ、EDH とかで大活躍する、その青への対策カードで、青はね、やっぱね、強力なね、スペルとかね、まあ、パーマネントが多いわけですよ。まあ、パーマネントは多いかわかんないけど、スペルが多いんですよね、青は。強いスペルが。だから、たったの1万でね、その青のね、スペルをね、弾けるのはとても強くて、まあ、これのコイルとかね、一時期すごい高かった。で、あと、まあ、これの似たカードで、ね、赤霊波ってのがあるんですけど、まあ、それの調整版なんですよね。まあ、本当にね、なんか、地味な違いしかないんですけど、まあ、まあ、似たようなカードなんで、よかったらね、調べてみてください。で、こんなんされたらさ、青死んじゃうだろうと思うかもしれないですけど、青も青でね、全く同じカードがあるんで、そう、ハイドロブラストってのがあるんで、まあ、赤と青のね、そのいがみ合いみたいなのは今後も続いていくだろうなっていう一枚、パイロブラストでした。で、次のカード、ダン、こちら何これ。ファストインフレームズ、懐かしいね、これ、炎の中の過去。炎の中の過去って名前がね、エモすぎるよね。炎の中の過去って人生で一度は言いたい言葉なんだけど、まあ、強力なね、コンボカードで、まあ、4マナソーサリーで自分の墓地にあるソーサリーインスタントが魂領地までフラッシュバックをやると。で、フラッシュバックコストはそのマナコストに等しいということで、まあ、普通にね、それ自身のマナコストでフラッシュバックが打てるから、なんか墓地のね、強力なカードをもう一回打てるぜ、イエーイみたいなカードではございません、このカード。そうね、これを使って、まあ、インチキコンボができるわけなんですよね。しかもそのインチコンボの指導の仕方もなんかこれにねフラッシュバックがついてるって、なんかそのフレーバー重視でついたはずのなんか効果をなんか悪用させて指導するから、そう、これをねその墓地に置いてこのフラッシュバックコストで唱えてもうコンボ開始するっていうのが、まあストームでよく流行ってるわけなんですよね。で、そのストームでやるとその炎の中のね過去みたいな、そのマナウム系のカードはね、どんどんその連鎖していくんで、まあ、こういうのでストームを稼いで最後武道団イエーイみたいな感じで殺すのによく使われておりますパストインフレームズでした。まあ、面白いカードでね、まあ、元々神話レアなんですよね。で、さらに再録されたのも神話レアなんで、まあ、今回ね、こういう風に手に入るのはね、結構リーズナブルに手に入るっていうことで、持ってない方ぜひこの機会に入手してみてください。パストインフレームズでした。で、次のカード。これなんだよ、そう、小説の合流点がね、なんとね、収録されてんだよね。で、このカードね、小説の合流点なんですけど、まあ、一時期ね、レガシーで価値を見出されて、で、逃走者デッキってその同じ名前のカード1枚しか入ってないから、なんかそれも相まってね、これを集めようと思ったら結構大変で、なんか1枚あたりシングル4000円とかしてた時期あったんですよね。だからこれね、収録ね、今回一番ありがたいね。で、効果が4マナソーサリーで、そのね、モードを選ぶカードなんですけど、重複して選べるんですよね。その3つのモードから3つ選ぶんですけど、同じモードを選んでもいいっていうことで、結構なんか新しい使用感のカードなんですよ。で、1個が、全体クリーチャーに1点ダメージと、で、下が、対戦相手全員に2点ダメージと、で、最後が、アーティファクト1個壊すっていうので、これね、その重複選びができるからね、なかなかその使い勝手がいいんだよね。
だから1点3回でその全体3点火力とかで、まあ、その戦場リセットさせるのもいいし、で、対戦相手に2点ダメージ3回でまあ6点火力として使ってもいいし、アーティファクト対応するデッキだったらね、アーティファクト3つ割ってもやってもいいし、しかも普通に、1個ずつ選んでもいいしっていうことで、まあ、なかなかね、なんか替えが効かない使用感のカード、消熱の合流点、消熱っていうね、名前がかっこいいね。もう合流点サイクルはまあこういう感じで、まあ、青とかね、その白とかにもあるんですけど、まあ、その重複してモードが選べるんですよね。だからね、そこがね、すごいなんか新しい使用感でね、ぜひスタンとかにも来てほしいな、合流点。なんかもうちょっとね、てか、消滅の合流点ぐらいだったらスタンでも来てもいいのかな。なんか合流点ね、いつか来てほしいなと思いつつ、待ってるんでね、ビーズワーズの方ぜひ収録してくださいね。次のカード出たー、これあれだね、安堵の再会か。2016年の、カラデシュに収録されたカードで、それまでね、苦しめる行為ってね、2マナで、その1枚捨てて2ドローっていうソーサリーカードが結構使われたんですけど、まあ、それのね、なんかド派手になった版で、2枚捨てて3ドローなんですよね。っていうことで、まあ、その捨てる、先に捨てる関係上、結構ね、まあ、3枚引けるのはいいんだけど、先に2枚捨てるっていうのが、なんか、引くカードによって、うわ、あれ捨てなきゃよかったってなり、得るので、ちょっと弱い点も見つかるんですけど、ただね、そのモダンのそのドレッジみたいな、もうとにかくその墓地を壊して引ければ何でもいいみたいなデッキにおいては、もうただの常用感だったんで、だからこれの登場はね、結構そのモダンをね、なんか震撼させたよね。だからこれのせいで、そのなんかドレッジ3回痴漢しますみたいな感じで、そんないきなり墓地壊れるのかよみたいな感じで、ちょっと聞いてねえぜみたいな感じで、まあ一時期ね、本当に大暴れしてた。で、それ以外にも単純にその墓地を壊す手段としてね、その追加コストで2枚捨てて3ドローっていうのがね、優秀だからね、多分今後もね、マジックで使われてて、逆に苦しめる声はね、使われることないだろうなと思います。普通のそのなんかね、構築戦とかで、単純になんか不要牌を切ってドローするだけだったら、まあ苦しめる声の方がね、強い点もあるんだけど、大体これね、もう悪用しかしねえからね。っていうことで、まあそのね、チャンドラが、久しぶりにね、お母さんと会って、そう、いつもね、あんな荒々しいチャンドラすらもね、まあこんな安らかな顔して、ママにハグするっていうね、チャンドラ可愛いとこあるじゃんみたいな感じでね、結構チャンドラ燃えるなと思った瞬間にチャンドラが燃えてるっていうね、反逆の先導者チャンドラですね、最後は。反逆の先導者チャンドラも同じくね、2016年のカラデシュで収録されたチャンドラで、まあ通称神チャンドラと呼ばれたチャンドラですね。まあ、能力が4つあるんですよね。だからその神ジェイスと同じでね、まあ、4つあって、しかも4マナっていうのもあって、まあ、一番最初にね、登場した瞬間からこいつはヤバそうみたいに言われたんだけど、登場してすぐはね、意外とね、活躍しなかったんですよね。ということで値段がダーって下がってきたんだけど、なんかモダンのね、ジャンドとかに入れられだして、で、そっからね、なんか使う人が多くなったせいか、こいつやれるなみたいなのがバレて、どんどん値段が上がっていって、一番最初初動ね、予約の段階で6000円ぐらいで、で、そっからね、結局4500円ぐらいまで値段戻したんだよね。で、さらにその後チャレンジャーデッキに入れられて、まあ値段落ちたけど、そっからまたパイオニアで値段上がりつつ、今回再録っていうことでね、多分もう1000円以下になっちゃったんだろうなっていう反逆の先導者チャンドラさんですね。これめちゃめちゃ強いカードですね。その値段は置いといて超強いんですよ。まあ4マナで中性4と。で、能力4つあって、ほんとね、どれもね、目移りしちまうぜみたいな感じの強い能力で、まず上のプラスが、ライバリートップを追放して、それで普通に唱えてもよいと。まあマナはちゃんと使うんですけど、その唱えてもよいっていうことで疑似ドローできるし、で、これ出したターンはね、これやっても、唱えるマナがないから、いや、無駄になっちゃうじゃんって思うかもしれないんですけど、なんとね、この追放したカード、唱えなかったら2点火力に変わるんですよね。これやばいよね。これほんとになんか今考えても、ちょっと強くしすぎだろっていう、まあ上、プライ1があって、で、その次のプライ1も赤2マナ出すっていうことで、まあそのプレインズウォーカーがね、着地したターンっていうのは、なんかまあマナ全然しちゃうのが、常なんで、だからね、何も行動できないんですけど、何も行動できないっていうか、そのプレインズウォーカーのプラスの中で何か行動しなきゃいけないんだけど、まあ中にはね、このプレインズウォーカーを着地させて、奥義のプレッシャーをかけながら、相手のクリーチャーも焼きてえな、みたいな、そういうね、欲張りジョニーさんがいるわけですよ。で、そういう人向けに、このプレインズウォーカーを着陸させて、その中性値をね、5にして、なんかもうすぐ奥義行くぞってプレッシャーを放ちながら、稲妻の一撃でね、相手のクリーチャー焼くみたいな、そういうことができたんで、このプラスもね、なかなか強いですね。で、さらにね、そのハンドのね、稲妻の一撃で焼けねえよ、みたいな、そういうタフ4が現れた時に、便利なこのマイナス3、マイナス3ね、4点火力なんですよね。4点火力はね、かなり焼けるね。で、逆にね、その赤の火力で4ってなかなかないから、それね、なんか赤ってそのタフ4に弱いんでしょみたいな感じで、その4、繰り出してくるやつ相手に、このチャンドラでね、焼いてやるみたいなプレイも良かったんで。だからね、まずこの上3つがね、まず超器用、本当に。てか、まずこの一番上のプラスがね、この2点火力のクロックでね、相手殺せるんですよね、普通に。その赤ってね、なんか荒々しい色だから、他のクリーチャーの打点と相まって、この2点火力だけでもね、相手死ぬから、その奥義行くまでもなくね、このプラスだけでもね、死ぬこと結構あるし、で、このマナブーストすることによって、なんか2アクション取れたりもするしっていうので、まあ本当に強力で、最後奥義ね、奥義がマイナ7でエンブレムで自分がスペル唱えるたんびに5点飛ぶんですよね。だからもう奥義まで行ったら、
もうどんなしょぼいカードでも、その、4回ぐらい使ったらね、20点ライフ削れるっていうので、まあ、奥義まで行ったらほぼ勝ちですね。なんか1回ね、奥義行って、でもライフ20あって、結構ね、コントロール取れそうな感じだったんですよ。俺コントロールデッキ使ってて。これ奥義行かれたけど、勝てるかなと思ったら、なんか自分のね、あの、クリーチャーに、そう、ボーマットの球しかなんかに、あの、プッシュ4発打って、で、それであの、20点分ね、誘発させて俺を焼いてきたプレイヤーはいた。だそういう感じでね、なんだろう、スペルなんでもいいっていうのがでかいね。ということで、この反逆の先導者チャンドラさん、本当に強力なカードなんでね、ぜひこの機会に入手してみてください。もうあの強さはね、もう折り紙付き。で、最後ね、これフォイルを覗こうじゃないか。ということで、当て紙が欲しいんだけど、当て紙ねえかな。当て紙あったわ。当て紙、まさかこれオーバーゼアしかないわ。ということで、オーバーゼアを当て紙にフォイルを見ていこうと思います。オーバーゼアはね、マジいい曲だから、本当に。そのドラムがね、なんか難解そうに見えるけどね、その右左のね、順番だからね、実は叩きやすいんだよねっていう、誰も知らない話をしつつ、最後フォイルを見るぜ。これもうプレインズウォーカーじゃないんじゃない？ちょっと待って。プレインズウォーカーじゃない？逆に。あれ違いねえわ。あれなんだろう。でもなんか俺個人的にはね、消滅の合流点がちょっと欲しいんだ。はい、せーの。そうね、プリンズウォーカーじゃないことは確定した。ヤンパイはやだ、ヤンパイは、うおーヤンパイはやだ、ヤンパイはやだ。やつだからここにあるのはね、ヤンパイじゃないであってほしい。あるのはね、ヤンパイじゃないであってほしい。ここにあるのはね、ヤンパイじゃないであってほしい。マジさ、なんなんこいつら。俺最近さ、なんか、悪いことへの、エスパーの当て方半端じゃねえんだけど、なんかあの合力化はやだ合力化はやだ合力化ですみたいな感じで死んだりとかさ、なんなん最近の俺、なんか俺覚醒しそうなんだけど。はい、ということでね、まあ、ヤングパイロマンさんのホイールでした。すごい見事にフラグをあの拾いに行った。まあ、そんな感じでね、まあ、一応シグネチャースペルブック、まあ、あのフォイルはね、まあ、当たりとはね、言えないんだけどね。まあ、それでもね、単純にこれね、2200円とかでね、まあ、こんだけ強力なね、カードがね、入手できるっていうのはね、本当にいいことなんで、しかもね、まあ、どれもね、もう使うカードばっかりだから、もうこんなカード使わねえよっていうカードがね、1枚もないのがでかいね。もうチャンドラ使う、苦しめる声じゃなくて、なんだこれ、アンドの再開使う、消滅の合流点超使う、パストインフレーム、コンバーはね、もうこれ大歓喜だから。で、パイロブラスター、これもうマジックが終わる日まで使う、アセンションも、マニアは使う、で、炎の騎士もこの絶対使う、で、パイロマンさんも使うってことで、もう使うカードしかない。こんなお得なセットね、もう赤好きはね、もう買わなきゃハドソンなんで、皆さんね、ショップとかで見かけた際は、ぜひ買ってみてください。で、あとね、今回の動画面白かったなっていう人はね、ぜひチャンネル登録&高評価よろしくお願いします。それでは皆さん、また次の動画でお会いしましょう。いやー、マジックの赤っていうのは、本当にいいものですね。